宮崎放送、株式会社宮崎放送、宮崎放送、宮崎ブロードキャスチング CEO、LTD は、宮崎県を放送対象地域とした、中波放送、AM 放送事業とテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は、MRT、宮崎ラジオテレビジョン。1954年。 昭和29年7月に宮崎県最初の民放として開局した。ラジオ、コールサイン、ジョンフは JRN 系列と NRN のクロスネット局。テレビ、コールサイン、ジョンフ、TV、ジョンフ DTV は JNN 系列。宮崎県内を対象として放送事業、テレビラジオ放送を行っている。親局、送信書は、ラジオが、 AM936kHz, FM90.4MHz, テレビが 15CH, リモコンキー ID6CH で送信しており、宮崎県外でも視聴、聴取が可能である。社屋、演奏所は、宮崎市の中心市街地にある立花通りにあり、関連施設として、社屋内にテナントビルの MRT マイクが隣接して、有料駐車場の MRT パーキングがある。これらを総称して、MRT センター、または、MRT 会館と呼ぶ。主な自社制作番組枠として1984年から開始した10時台、JST 以下同様のローカルワイド番組、2014年7月2日以降は、モーニングテラスと1974年10月に開始した18時台の報道番組、 10年3月29日以降は MRT ニュースネクストがある。毎日新聞や朝日新聞とは1970年に開局したテレビ宮崎 NC と比較して関係が深い。地元市の宮崎日日新聞とも開局時には関係が深かったもののテレビ宮崎の開局の際にマスメディア集中排除原則に反することとなったことを理由として同氏は テレビ宮崎との関係を強めるようになった。曲ロゴとして2006年8月から2014年6月まで波を基調とした赤いロゴマークを使用している。ただし、1984年の開局30周年を機に改定されたローマン体のロゴも状況に応じて使っていた。MRT マイクと実質同施設の駐車場の MRT パーキングでは2018年現在も1984年からの MRT ロゴがそのまま使われている。1984年までは細長いゴシック体が末期は M が R が, R が T がだった使用されていた。また2006年から開局以来初めてシンボルキャラクターを制定しミーモ、クータン、ピオクラの3体がお披露目された。 2014年7月1日から、黄緑を基調に小文字で、MRT 表記の新しいロゴマークが制定された。同時に、宮崎放送の和文土語も改定された。宮崎本社郵便番号880-8639。宮崎県宮崎市立花通り西4丁目6番7号。JR 日報本,本線宮崎駅より徒歩15分。 宮古野城市社宮崎県宮古野城市中町13番7号ライトハウスフェアリー201号室延岡市社宮崎県延岡市中町2丁目1番10号まわらビル3階日南市局宮崎県日南市岩崎3丁目4番1号1点堀川内。東京市社東京都中央区銀座6丁目4番1号東海道銀座ビル8階 大阪市社大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号大阪駅前第4ビル800人号室福岡市社福岡県福岡市天神4丁目1番18号3ビル内企業団体は当時の名称1953年5月30日当時の郵政省が発表した標準放送周波数割当て計画表により 宮崎地区 2490kc、1キロワットが割り当てられたことから、宮崎県内でも民放局の開局が可能となった。ところが当時は、朝鮮戦争後の不景気、スターリン暴落により、宮崎の在海では当初開局に向けた動きは全く見られなかった。そこに目をつけたのは、鹿児島県のラジオ南日本、現在の南日本放送であった。ラジオ南日本は、 宮崎に中継局設置を計画しており、用意は周到であったという。この動きに歯止めをかけた人物は、日向日日新聞、現在の宮崎日日新聞社長であった。鹿児島の電波が宮崎の空を飛ぶと、今に鹿児島資本に支配される。などと、ラジオ南日本の誘いに乗りかけていた岩切翔太郎、宮崎交通社長や行政側、 宮崎県などをも巻き込み、1954年3月24日に、ラジオ宮崎 r m k の設立にこぎつけた。3ヶ月に及ぶ試験放送を経て、1954年7月1日に、宮崎市北方町、宮崎市立大宮小学校に、隣接からラジオ放送を開始。宮崎放送ではこの日を開局日としている。 1960年10月1日にはテレビ放送を開始。テレビ放送の送信書は当初宮崎市北部の丘陵地平和台に設ける予定であったが、中継局を大量に設置する必要があったため、和に使山に変更された。この変更で親局のみで宮崎県内の7割以上をカバーするに至ったが、鹿児島県側にもスピルオーバーが発生し、 鹿児島県の放送局にも影響を及ぼすことになった。特に大隅半島では容易に視聴できたため、南日本放送は自社の視聴者確保のために、急遽、鹿屋中継局、同局発の中継局の設置計画を立てることとなった。これは、ラジオ開局時と逆の状況と言える。1961年7月には、社名と略称を、現在の宮崎放送、 MRT に変更。1966年12月10日にカラー放送を開始した。1984年9月の開局30年を機に本社機能を宮崎市中心部の立花通りに移転し、MRT マイクと MRT パーキングを開業。1987年7月には、初代社屋隣にあったラジオ送信所も宮崎市一つ用に移転し、 下北型町にあった初代社屋跡は住宅地となった。1990年8月29日には音声多重放送とクリアビジョンを2006年12月には地上デジタル放送とワンセグの本放送を開始した。2007年には関連企業の電産運営のもとでポータルサイト2点、2点を開設。宮崎放送の 各番組との連動コンテンツや動画なども用意されている。2008年からは、キープ宮崎ビューティフルを発展させたアクション宮崎エコライフキャンペーンをラジオテレビ双方で展開し、これに関連して2008年7月26日に宮崎県、宮古の城市と企業の林づくり事業の協定を締結した。宮崎放送では2008年からの10年間にわたり、 都の城市、関の町にある三芋の森を整備していく。以下の書籍以外にも数冊発行している。ラジオの放送時間は、4時起点の24時間放送で、毎週月曜未明0時4時に休止。一般番組は、TBS テレビ系列の番組を主体とするが、テレビ宮崎、NK は、フジテレビ系列主体で、日本テレビ系列。 テレビ朝日系列とのクロスネット局のため、テレビ宮崎、ムックで放送されない、日本テレビ系列、テレビ朝日系列の番組、さらに、宮崎県内に系列局がないテレビ、東京系列の番組も深夜、週末を中心に放送される。また、テレビ朝日系列の全国高校野球選手権、大会中継、決勝戦も、本局で放送し、日本テレビ系列局主催の、 全国高等学校サッカー選手権大会も本局が参加している。送信書が海抜1000メートルを超える和ニツカ山にあるため、アナログ放送は林県鹿児島県の鹿児島市内や種子島をはじめ、四国の愛媛県南予地方まで電波が届いた。また、県北部の延岡局の電波は海を挟んだ高知県の戸佐清水市、大月町にも届く。 高知新聞長官の第二テレビ面や産経新聞の高知県向けテレビ欄には MRT の番組表が掲載されている。九州の放送局では唯一リモコンキー ID としてキー局の TBS テレビと同じ音を使用している。2011年7月24日、停波時点。太字は字幕放送。星印、番組自体は継続中。 他多数、他多数、他、他多数、宮崎放送は、放送対象地域外、宮崎県外でも視聴、聴取することもできる。宮崎放送側でも2007年7月期のラジオタイムテーブルで、高知県の南西部、熊本県の熊地方、大分県の南部、鹿児島県の大隅半島全域をサービスエリアとしている。しかし、 資料により公式のサービスエリアが異なることがある。鹿児島県を例にすると、テレビ開局時、1960年10月の日向日日新聞、現在の宮崎日日新聞に掲載された特集では、テレビの県外新地域は、鹿児島県の大隅半島及び、鹿児島湾沿岸地域となっていたが、宮崎放送30年史などではその中から、鹿児島湾沿岸が省かれ、 生誕が、鹿のやし付近に狭められていた。さらに、MRT 宮崎放送50年史ではほぼ、県境に沿ったエリアに狭められた。ただし、鹿児島県内でも広く受信可能な地域が存在することは事実であり、上述の通りは三塚山に、テレビの親局を置いたことが、鹿児島県の南日本放送、MBC が、鹿のや中継局を設置したきっかけとった。 1972年3月に渋士湾の新大隅開発計画に関する報道特集を放送した際には、鹿児島県内の関係者でも話題となり放送時間の問い合わせがあったという。宮崎放送のマスコットキャラクターには赤がベースカラーで頭にプロペラ、薄黄色のポシェットを正面向きにぶら下げていて、モチーフが存在しないオリジナル造形の実も、 テディベア風にアレンジしたカッパのクタン、ピンク色のヒヨコのピヨ像がいる。ミーモが主役格で他のキャラクターは小さく描かれていることが多い。2006年に赤いステーションロゴと一緒に初登場し、テレビ関連のマスコットキャラクターとしては珍しく、登場当初から複数体用意されている。二千十四年に黄緑色で MRT と表記された原稿ロゴへの変更後も、 キャラクターは変更されていない。着ぐるみに関してはミニモのみが用意されていて、それには MRT のロゴがポシェットの部分にあしらっており、こちらは現行ロゴに変更されている。3体とも登場することもあるが、ミニモ単独が着ぐるみを中心に登場することもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。